三沢貝塚一途三沢貝塚は、神奈川県横浜市神奈川区、沢渡り、道区三沢東町、道区三沢南町にまたがって所在する、縄文時代中期から後期を主体とする貝塚。横浜市登録地域文化財の地域史跡に登録されている。横浜市東部、JR 横浜駅周辺の市街地が広がる。 片平川の中石地の北に位置する標高三十メートルほどの丘陵地帯の一角で北側を滝の川に南側をその声が谷によって解析され東に細長く伸びた絶上大地の上部に立地する県遺跡番号神奈川区 53C 遺跡番号神奈川区六十八。1九百五年秋イギリスから来日し戦死時代に造形の深かった遺志で 考古学者のニール・ゴードン・マンローによって発見される。その年から翌年の1906年春にかけて、マンローやヤギソー・ソウザブローラによる発掘調査が行われ、多量の階層や、それに含まれる縄文土器、石器、人骨などの遺物のほか縦穴住居などの遺構を検出した。階層は、県立横浜水嵐高等学校東側の、 大地の斜面落ち際を中心として、数箇所に分布している。海層の厚さは30から40センチメートル。厚いところでは、約1メートルを測る。含まれる貝は、ハマグリや鏡フキア吹ニシなどで、海に住む貝類からなる、いわゆる循環貝塚である。出土する土器類は、縄文時代後期の堀の内に敷土器や、カソリビン式を中心とするが、カツサカ敷土器、 頭大式土器、カソリー式土器などの中期の土器も含まれる。これらの出土遺物はマンローらによって東京提出博物館に寄贈されたほか、一部はマンローの故郷であるスコットランドの国立博物館にも送られ、現地で保管されている。2013年に横浜市歴史博物館が開催した企画展 NG マンローと日本考古学横浜をった。 英国人学者では、スコットランドに送られた遺物も含めた調査が行われ、東海塚の規模が改めて評価された。かつて二十歳や山林に覆われていた三沢海塚のある、第一は大部分で宅地化による造成を受け、個人住居やマンションが立ち並び、往年の姿はないが、埋蔵文化財放送地として範囲が周知されており、宅地や道路の下には今も、 なお階層や遺構が残っていることから、開発行為などの際には発掘調査が継続的に行われている。また、1988年には、横浜市登録地域文化財に登録され、県立横浜水原市高等学校東側の道路沿いに解説版が設置されている。また、第一北側下の滝の川緑道入り口にも解説版がある。ありがとうございます。